チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんのお昼ご飯、夢風広場のハッピーキッチンさんでいただきたいと思います。ハッピーキッチン金の鹿さん、こんな感じでね、このお店です。では行きましょう。チャオ、あっちゃんです。今日奈良公園、シカちゃんにシカせんべいあげるあちゃんの、ロケ、奈良公園、今回ねまた、前回と一緒、前回黒川本家さんのところで食べてんけどね、夢風広場っていうところの、そこにあるね、ちょっとうちイタリアじゃ、まあ、イタリアン系なお店、ピッツァとかハンバーガーとか売ってるお店やねんけども、ハッピーキッチン金の鹿っていうお店、金の鹿さん、ね、あちゃん今日ねピアス忘れて買ったピアスも金の鹿です。はい、ということで何かのご縁かな、はい、いうことでね、導かれたようにこのお店に入ってきて、で、まあ、あの動画のね、あの撮影許可聞いたらもう心よく引き受けてくれて、はい、でオーナーさん、あのあちゃんのチャンネル登録してくれてありがとうございますということでね、あの料理が来るまでちょっとねこの辺で待たせてもらいたいと思います。ここはテラス席でね、すごい気持ちいいところ。今日はあったかい、つか暑いなら。はい。こちらがアイスコーヒーですね。失礼いたします。じゃあこちら抹茶オレアイスでございます。すべてお貸していただいていいですか。はい、大丈夫です。はい。じゃあこちらウーロン茶。失礼いたします。ガムシロップとミルク入っております。ありがとう。ちょっとこっちが邪魔になるの、この辺行こうか、この辺でもうちょっといいっす、こっち、この辺柱にかぶしといたら大丈夫で、ね、あちゃん抹茶オレを注文しました。プップしてもらうからこれ行こう。抹茶オレいただきますの前にまず手を拭きましょう。アルコール付きがなしか分からへんけど、まあいいです。うん、あ、いいです、いいです、はい、何もそんな大したもん触ってきてないんで大丈夫です気にしないで、さっちゃんは。まず先ぐらいからです。はい、こちらでお願いします。はい、あ、ありがとうございます。はい、ちょっと名刺切らしてるもんです。あ、全然大丈夫です、はい、もう登録させてもらったんで。 ありがとうございます。させてもらいます。はい、すみません、ありがとうございます。ね、全国の YouTuber さん、ちゃんと許可取って気持ちよく撮影させてもらいましょうね。あとあとトラブルになるんでね、それでまた YouTuber が撮影できなくなるんで、みんなに迷惑かかるんで、底辺でももうね、きっちり許可を取りましょう、はい、お前が言うなって書かれる。いただきます。乾杯乾杯。チンチン。まだちょっとぬるかった。美味しい。美味しいね。ポテトでございます。よいしょ。めっちゃポテト。配線が結構ね、ちょっとごちゃごちゃっとする。こういうとこ、こういうまとめとこう。はい、届きました、3種のチーズピザ、ね、なんか3種類のチーズのピザです。ではいただきましょう。いただきます。では食べましょうか。これちょっと一人で食べるに多いね。はい、ありがとう。ちょっと恒例の、いきます、恒例の。これ一人で一枚多いな。大丈夫かな、わかんない。よいしょ、みんなで。わ、チーズが。
はい、あ、フォークしかないね。あ、動画やった。なんで動画になってんの。あれ。はい、氷のやつやったらいただきます。あ、あ、美味しい。チーズがね、すごい濃厚で、うん、ピザ生地も結構クリスピーで美味しい、うん、前世イタリア人としては満足です。こってこての奈良県生まれ、奈良県育ちのイタリア人です。美味しい。うん、今日はね、ここ中庭、中庭テラスやねんけど、すごい奈良県暑いの。ロリータで十分、いやロリータ暑いぐらい。コート着やんでよかったけど、まあ、これぐらいのロケがね、本当嬉しいね。これからまた暑くなってくると、まあ、汗だくでボロボロになるから。メイク崩れてね、お化けになってまうね。あのスポッチャの動画みたいになってまうから、うん、まあ、夏場にこれはすっぴん、すっぴんでお出かけになるかもわからへん。うん、おいしいね。隣の店、うん、チーズがめっちゃ濃厚でね、すごい美味しい。うん、なんやろこれ、ブルーチーズとミモレットかな、オレンジのとカマンベール、すごい濃厚。うん、チーズかな。うん、ブルーチーズね。美味しいわ。チーズ好きのあちゃんとしたら最高のピザです。うん、あ、ありがとう。フライドポテトいただきます。ケチャップ。
バスコ。抹茶俺めっちゃ美味しい好きやん。昨日も玉寿司でマシュマロ抹茶俺飲んでさ知らんかった。昨日はま寿司でマシュマロ抹茶俺飲んだら美味しいなって飲んだったら最後そこにタピオカとごとってもうお持ち帰りから半分ぐらい飲んで持って帰ったんやけど、車の中で飲んだらなんかそことごってるし、何やこれ思って、あんこ入ってんのかな、グワーって出てきゃへんかって、でトン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 して出してガッて口入ったらタピオカの塊ドバッて口入ってさ、口の中もっこもこなって思ってびっくりした。昨日はま寿司のタピオカ茶碗、はま寿司のあのマシュマロ抹茶オレは気をつけてください、タピオカがそこにとことんで混ぜてから飲んでください。で違う店で何の話をしとんねいやもう美味しいよ、うん、ブルーチーズがすごいアクセントになって、うん、塩味が強くてすごい美味しい、うん、抹茶の好きな味、よかったこれ食べて ありがとう。かきフライいただきました。ありがとう。フォークで行きましょう。いただいた、カキフライをいただきます。うん、カキ。やっぱりワンちゃんとったらいつもカキ。カキ大好きやからね。でも冬はカキ食べへんかったよね。カキの汁がジュワッて美味しいわ。これブルーチーズやけどいけるんやったら、ブルーチーズいける？どうぞどうぞ。よくブルーチーズいける？ベーコンありがとう。ブルーチーズのワンちゃんもよかったらブルーチーズをそれ十分いただきます。じゃあベーコンをいただきます。あ、こっちトマトソース、ポモドロソース、ベーコン、うん、うん、ベーコンの子美味しい。うん、美味しい。うん、トマトソース濃厚でね、美味しい。チーズとねバランスすごいいいよ。うん、ベーコンが脂乗ってて、すごく燻製感がすごい美味しい。
美味しいね。あ、うち昨日かきご飯だって。あ、かきご飯。うん、美味しかったね。かきご飯美味しそうやな。うち子供が食べへんから、そう、ひかるが食べへんから、りょうは食べんねんけど。ひかる貝類全般絶対食べへん。だよね。何よ。ベーコンもはい。また違った感じで美味しい。チーズ、そうそう、ブルーチーズ結構美味しい、うん、ブルーチーズ結構癖強いけど、これ結構食べやすいし、うん、もうお腹いっぱいなんだけど結構くるね。ということでね、この後ゆっくりみんなで食べていきたいと思います。多分もう10分ぐらい取れたかな、うん、はい、ということで今日のあっちゃんのお昼ご飯は、ハッピーキッチンさん、金の鹿さんっていうところでね、ちょっとイタリアンなオープンテラスでいただきました。美味しかったです。この後みんなでゆっくりカメラを止めて食べていきたいと思います。ではまたね、バイバイ。今日のあちゃんのお昼ご飯良かったよと思ってくれたら、高評価を、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。では今日はロリータ全開、奈良公園爆走していきたいと思います。またね、バイバイ。はい、ね、お昼ご飯食べ終わったんで、シカちゃんにせんべいあげに行きましょう。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとうございます。ちょっと写してもらっていいですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。いろいろ水流すとかあるんですか。多分明日の昼ご飯で出すんで。毎日更新。毎日ね、朝昼晩ご飯を毎日更新してるんですよ。で、あと残った時間、1日5、6本ぐらい出してるんで。すごい。今ちょうど編集大変ちゃうん。編集大変です。もう2時、3時ぐらいまでやってます。頑張ってください。今ちょうどね、景気が悪いし、ありがとうございます。宣伝の方、はい、お願いします。はい、バッツリ宣伝します。はい、今ちょうどね、観光客も少ないし。景気回復みたいな感じのやつやってるんですよ。ありがとうございます。はい、またちゃんと宣伝しておきます。そうだし OK なんで。あ、はい。じゃあまた、はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、ということで、ハッピーキッチン、金の鹿さんでお昼ご飯いただきました。美味しかったです。ぜひぜひ奈良に観光来たら、夢風広場の中にあるハッピーキッチン金の鹿さんでぜひぜひお昼食べてみてください。テイクアウトも OK なんで、奈良公園で食べてみてください。それもありです。お店の中のね、中島とか表にオープンテラスもあるしね、そう雰囲気いいお店なんで、ぜひぜひ